はい、にょーんと、だいぶちょっと慣れてきて調子良かったので飯食った後にもう一本、今日は最後に、ちょっと5本でキリのいいかどうかわからんけど、5本目の動画を上げてみようと思って、ネタは何にしようかなと思って、5分で喋らなあかんから結構早口で喋らなあかん。まあ YouTube 結構めっちゃアホみたいにダメ人間やから見てるから、おすすめの動画っていうのが結構おすすめっていうか、いっぱい見てて、まあみんな見てるのばっかりの上位の YouTuber ばっかりなんやけど、まあ5つぐらいどれが結構おもろいよみたいなのを紹介しようかなと思うんやけど、もっといっぱいほんまは見ててもっといっぱいあるんやけど、今思いついてパッと思いついてこれおもろいなみたいなを説明します。まあ第一にホリエモンチャンネルで、結構ホリエモン好きっていうかね、おもろいんですよね。考え方がちょっとね、なんか赤ちゃん泣いたらなんか睡眠薬飲まして眠らしたらええやんみたいなめちゃくちゃなことを言う、まあ おっさんっていうかおっちゃんなんやけど、すごい賢いんやけど、なんか合理的に考えすぎてちょっと人と違う考え方みたいなんやけど、結構みんな嫌われてるけど、結構ほんま性格いいっていうかいい人なんやけど、結構嫌われてるというか、金のことばっかり考えてるみたいな思ってる人が結構おって、でも結構時代の最先端ってなんか不老不死の研究とかをやったり、なんかようわからんことも結構やってる、宇宙とかの研究とかやってて面白い。まあ説明しだしたらいっぱい説明したんやけど、結構ちゃんと調べたら結構面白いおっさんって言ったかな、面白い人で。次にいいのは、あのタカスクリニックの息子さんのタカスミキヤさんチャンネルっていうのがあるんやけど、それはすごい面白いね。なんていうのかな、美容整形の話じゃなくて、いろんな悩みの相談とか、に載ってて、全然もう、最初は美容整形のばっかりやったんやけど、もう全然美容整形の話とかじゃないんやけど、すごい博学で何でも知ってて、この人のチャンネル見たらすごい勉強になるし、面白い。あとこれ、朝倉に来るあの格闘家の、なんか、格闘家けど頭良くて、なんか少年院とか行ってて、なんかその学歴とかないんやけど、すごい頭が良くて、会社とかを若い子らで作って成功させてる格闘家みたいな、YouTube もめっちゃ上手いみたいな。兄弟揃ってめっちゃ強いっていう、なんかすごい、誰もが憧れる不良の、なんか、形みたいなのを作ってる人ね。うん、で、まあこれ、結構上がってくるので、絶対的不審者の極みっていう人なんやけど、まあこれは、なんていうの、なんでも包丁研ぐ人なんやけど、なんでも研いで包丁にしてしまうっていう動画を上げてて、最初っていうか、そんな人気なさそうな割にすごいおもろいから、再生数が伸びてるんやけど、なんかたまに時間潰しに見るのにおもろいな、みたいな感じで、別に、がっつり見たいと思うんけど、たまに見たらおもろいみたいな感じやけど、そういう人。実は名前が面白いね。絶対的不審者の極みっていう、なんか犯罪者みたいな感じの感じ。あと5番目、もふもふ不動産っていう、この人は YouTube の、で、まあ結構、再生数はあると思うんやけど、まあいろんな投資の話とかだけじゃなくて、いろんな面白い話を説明してて、コロナでどんな感じに不況になるかっていうのを1929年の大不況に当てはめて説明したりなんかしてて、結構頭良くて面白い。なんかすごい顔は怖くてヤンキーみたいだけど、めっちゃ本当は優しくていい人みたいな、これ結構いい動画。この人の動画を見て、なんか YouTube の動画を始めたっていうガジマガとかいうガジェットのあのブログとか書いてる人の YouTube も結構、なんて言うたらいいか忘れたけど、なんかな、ガジマガ通信とかなんかやってる人の、その人の動画も結構面白いです。ということで、説明、だいたい5分ぐらいで5人ぐらい紹介できたかなっていう感じですね。うん。なんか、結構説明って難しいね、やっぱり。まあ
いろんな練習をしてって YouTube に慣れていくっていうので、今回はおすすめの YouTuber は何かっていうのを説明するっていう練習をやってみました。全くノー編集で喋ってるだけの動画なんで、なんやろ、台本もあんまりなく適当に考えてやってるから中身が薄いっていう感じですけど、まあ練習なんでだんだん慣れていこうと思います。はい、ということで今回は以上で終わります。